国道174号兵庫県神戸市中央区台、三特定交差点付近左が神戸税関9間にあたる。国道174号兵庫県神戸市中央区税関前交差点国道174号は兵庫県神戸市中央区の神戸港から国道2号に至る一般国道である。国道二号交点税関前交差点付近阪神高速三号神戸線と 国道2号浜手バイパスの高架道を桁した部分、神戸港の新港地区に所在する神戸税関前から、神戸市中央区内の国道2号高点とを結ぶ、延長187.1メートルの一般国道の路線である。いわゆる港国道で、日本一延長の短い国道である。阪神高速3号神戸線と、国道2号浜手バイパスの高架道を桁した部分に、おおよその区間があり。 北へ向かう国道2号方向へ6車線、南へ向かう神戸港方面への車線を有する。道路法では重要な港や空港と主要国道とを結ぶ道路を国道とする規定があるため、神戸港と国道2号と結ぶ一般国道の路線として指定されたものである。指定当初は当時最短の国道130号よりも長く、現在の路線延長の5倍ほどの長さがあったが、 国道2号のバイパスが神戸港側に並行して開通したため延長が短くなったという経緯を持つ。一般国道の路線を指定する政令に基づく奇襲点及び経過値は次の通り。総延長の順位国道174号、187.1メートル国道130号、482メートル国道198号、 約618メートル時延長の順位国道174号、187.1メートル国道189号、360メートル国道130号、482メートル国道198号、618メートル国道177号、705メートル1885年の内務省国時代6号、国同票で国道3号、 東京より神戸港に達する路線として現れる。これは京都まで国道2号と重複する路線で、終点の神戸から国道4号が伸びていた。法令上は東京より神戸港に達する路線となっているが、実質的には京都から神戸に至る路線であり、長崎へ至る路線の一部であった。1920年施行の旧道路法に基づく路線認定では、 国道38号、東京市より、神戸港に達しする路線となった。路線名は、ほぼ同じであるが、この路線は神戸まで国道2号、東京市より、鹿児島県庁所在地に達しする路線と重複し、神戸で分岐して、神戸港へ至る路線であり、今日の国道174号の正確に近い、ものである。ただし、ルートは中途低前を通過して、 神戸税関に至るもので、今日のルートとは異なる。また、路線名に示されているように、神戸港が終点であった。1953年5月18日、新道路法に基づく路線指定で神戸港を起点とし、国道2号との交点を終点とする2級国道174号、神戸港線となった。現在の国道2号は、 東から来ると JR 三宮駅の手前の三宮東交差点で直角に折れてポートライナーの高架下を南下していくが当時は三宮駅前を直進していたそこで神戸港から三宮駅前の三宮交差点までをまっすぐに結ぶ約940メートルの道路が国道174号に指定された1962年に国道2号が 現在のコースに切り替えられたため、国道2号との交点が、神戸港側に移動することになり、海側の187.1メートルだけが、国道174号となった。残りの750メートル余りは、現在、フラワーロードという愛称の兵庫県道30号、新神戸停車場線になっている。なお、国道2号の経路は、 昭和37年11月19日付建設省、国時代2908号において、現在の経路に変更され、変更前の国道2号の経路は、三宮東交差点を精神し、県道21号神戸赤市線から国道28号を経て、現国道2号の東シリーケ交差点へと至るルートである。1965年4月1日に、 道路法改正によって1級、2級の別がなくなり、一般国道174号として指定施行。1980年に神戸市幾区と吹き合区が合併して中央区になったため1982年4月1日に終点を神戸市中央区に変更した。国道174号税赤前交差点付近の 日本で一番短い国道ですと書かれた標識前線がアスファルトで舗装されており、道路の延長は187.1メートルと短いながらも車線数は上下合わせて11車線ある。かつては国道標識は設けられていなかったが、2002年に市によって日本で一番短い国道ですと書かれた標識も設けられ、最短国道として広く知られるようになってからは、 ちょっとした観光名所となっている。本路線のような短い延長でも一般国道に指定されている理由は、1952年制定の道路法の二級国道の要件に、港湾法で特に規定された港、または建設大臣が指定する重要な飛行場、もしくは国際観光場重要な地と一級国道を連絡する道路と定義されており、神戸港と 国道2号を結ぶ道路がこの要件に合致するからで、ある。ありがとうございます。